どうも、アリスキテラーです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、8人レイドのシングルバトルの方をやっていきたいと思います。で、私、5段階目まではクリアしてます。で、6段階目今挑戦してるんですけど、操作が下手なので、まあ、なかなかクリアできない。戦力差は、6段階目だと5万3000ほどあるんですけど、いけそうな感じにはなってます。で、ちょっと今日は、ちょっと紹介したいので、5段階目をもう一回やってみたいと思います。で、チーム編成の方なんですけど、まあ結構ありきたりっていうか、まあ回復を入れて、まあルーキーとか、希少のルーキーとか持ってないので入れてないんですけど、まあ、シャイとカリンで回復して、あとアタッカー詰め込んで、まあ、ルディのシールドぐらい入れようかなっていうぐらいの編成なんですけど、一番ちょっと特筆すべきは、このペットですね。ペットの、希少レアのペット、バルデル。で、バルデルのアクティブの効果、味方全員に HP を回復するんですけど、その下に味方全員に2秒間ダメージに対する免疫を持っていると。これが非常に有能なスキルだと思っているので、で、この、私、ミン持ってないんで、制圧技のキャラいないんですけど、あえて、こいつを入れて、敵の必殺技を止め、このスキルを使って、無効化じゃないんですけど、ダメージを受けないようにしてやってみたいと思います。まあ、実際もうやってるんですけど、じゃあこれで、5段階目いってみたいと思います。これが来たら真ん中に避けて、で、またこれ外側に避けてって感じですね。で、また殴りに行く。中に入って、で、波動が来るんで外に避ける。で、また殴りに行く。で、50% 過ぎたんで、で、相手の必殺技、サレオスの後ろに回れば避けることができるんですけど、今回はちょっとペットの効果を見せたいので、ペットを使いたいと思います。これで、ペットを使います。2秒間無敵なんで、これでダメージを誰も食らわないと。いうことで、まあ、ミンで制圧しなくても、ダメージを食らわずにやり過ごすことができます。で、これがきついんですよね。これが避けれれば僕、次の段階も勝てそうなんですけど、これ避けるのが非常にむずい。これが非常にむずい。カリンさえ生きてれば蘇生が入るんで、まあなんとかいけるんですけど、なんでカリンを私は操作してるんですけど、まああそこは多分僕が下手なので、一人だから選ばせないでほしい。この時間が無駄。まあ、ちなみにさっきのサレオスの必殺技はサレオスの真後ろに行けば避けることはできるんで、わざわざペット使わなくてもいいんですけど、まあ、このペットを使ってスキル打てば、2秒間無敵が有効なので、もしも逃げ切れないっていう時に、このペットのスキルを打つっていうのは結構使えると思います。まあ、他の
コンテンツとかでも、もしかしたらこのペットを生きてくる場面があるんじゃないかと思います。で、特にこれ今5段階目までクリアしてるんですけど、6段階目からこの伝説装備の制作素材が取れるようになるみたいなんで、クリアしていきたいなと思います。頑張っていきたいと思います。操作の方頑張っていきたいと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。